お集まりの皆さん、こんにちは。北海道警察音楽隊です。本日は第103回赤レンガコンサートにようこそお越しくださいました。お昼休みのひとときをどうぞ音楽隊の演奏でお楽しみください。私は演奏会の司会を務めます北海道警察音楽隊の本間千織です。どうぞよろしくお願いいたします。皆様には早速オープニング曲として三好章作曲札幌マーチをお聴きいただきました。本日の演奏会前半は札幌特集と題しまして、私たち音楽隊の活動拠点でもあります札幌にゆかりのある音楽を、そして後半はカラーガード隊を交えたステージドリルをお送りいたします。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。引き続き演奏は北海道警察音楽隊、指揮は音楽隊学長松本正隆でお送りいたします。さて次にお送りする曲は好きです札幌です。この曲は1981年に森裕二とサザンクロスが発表し、札幌雪まつりのテーマソングに使用され大ヒットしました。歌詞の中には赤レンガ、時計台、ライラックなど札幌にちなんだ場所や言葉が用いられ、聴いていてどこか親しみを感じる曲となっています。それでは哀愁漂うムード歌謡の雰囲気たっぷりにお送りします。好きです札幌。Thank you.
幌をお送りしました。さて次は札幌の企業が開発した音声合成ソフト初音ミクが歌う千本桜をお送りします。この曲は2011年にインターネット上で公開され人気を呼んだ曲ですが、最近では日本の伝統楽器を使った和楽器バンドがこの曲をカバーしたとして海外からも注目を集めています。また初音ミクは札幌雪まつりの応援キャラクターに採用され、よさこいソーラン祭りではスペシャルチームを結成するなど地元に根付いたキャラクターになりつつありますよね。それでは軽快に駆け抜けるロックナンバーをお楽しみください。千本桜。Thank you.
しました。皆さん、ここまでの演奏はお楽しみいただけましたか？ありがとうございます。次は音楽隊とカラーガード隊によりますステージドリルをお送りいたしますが、準備の時間を利用して交通企画課木下より皆様にお知らせがあります。お願いいたします。皆さん、こんにちは。交通企画課で、交通安全対策を担当しております木下といいます。どうぞよろしくお願いいたします。準備の時間をいただきまして、私の方から交通安全に関するお願いを何点かさせていただきたいと思います。まず北海道のですね、交通事故の発生状況なんですが、昨日現在、道内では122人の方が交通事故で亡くなられております。この中には皆様ご存知だと思いますが、全国的なニュースにもなりました、砂川の家族4人の方が亡くなるという、大変痛ましい交通事故も含まれております。中でもですね、この北海道の交通事故の亡くなられた方、半数以上がですね、65歳以上の高齢者の方ということでですね、北海道の全人口に占めます65歳以上の方の割合というのは 26.8% ということですので、いかに高齢者の方が多く犠牲になっているかというのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。で、これからの時期ですね、まさに北海道交通死亡事故が多発する時期になります。で、どういった事故が多くなるかといいますと、まず夕暮れ